はい、こんにちは。荒沢夫婦です。私たちは4年後に沖縄移住し、セミリタイアすることを目標に日々投資や節約を頑張っています。今回は、家計簿公開、庶民荒沢夫婦、貯蓄率70%超え、10月分の家計簿というテーマでお伝えしていきます。最近ですね、リベダイの両学長の動画の中でもですね、最近大事だと言われていた貯蓄率が、10月はなんと70%を超えました。 なので今回はこの10月分の掛け棒包み隠さず公開していきますので貯金したい方の参考になれば嬉しいですでは早速ですが収入面から見ていきましょう今月の収入はですね合計で89万8321円でした 皆さん大丈夫です。あの、ボーナス好きだったんで、今月だけですね、こんなに収入が高くなっていますが、落ち着いてください。はい。では、明細見ていきましょう。では、まず私の収入ですね。43万1363円でした。今月は少し多かったんですね。後ほどまた解説していきますね。 でボーナスですねこちら私のボーナスが24万378円でした妻がですね19万8252円ですねまあ前月とそんなに変わらない金額ですね続いて配当金がですね1万2387円でした配当金に関しての銘柄だったりこれまでの受け取ってきた配当金の推移に関してはですね別の動画で作ってますのでまたそちらも見ていただけたらと思います で続いて臨時収入が1万円ですね。これは、えー、妻の親戚から結婚祝いで、えー、いただきました。ありがとうございます。続いてフリーマーアプリが1923円でした。私の植物が一、えー、つ売れましたね。で最後、ポイントですね。こちらは楽天ポイントになりますが、妻と私合わせて4018ポイントでした。これで合計が89万8321円となりました。 比率としては私の収入が多いんですけどやっぱりですね妻にも働いてもらえてるっていうところでですねダブルインカムっていうことで、えー、比較的世帯収入としては高いところをこう維持できているかなと思いますもう本当に妻にも感謝ですねで配当金の比率がですねまあ,あの今月はボーナスもあったっていうことで比率としてはまだまだ1% というところで、まあこれからですね。また、高配当株を買って配当金を増やしていきたいと思います。補足でですね。私ですね。中小企業向けの、えー、退職金共済っていうのがうちの企業があってですね。で、毎月2万5000円ですね。給料から転引きされてます。 で会社からプラス5,000円で合わせて3万円ですね毎月退職金を積み立てているということなのでなので実質はですねもう少し給料は本当は多いんですけどまあ転引きするということでまあ課税所得が少し減ったりっていうメリットもあるのでこの退職金共済を使ってますでは続いてですね支出の方に移ります支出の合計がですね今月は28万3416円でした まあ今月は特にですね、大きなイベントごともなかったので、まあ、毎月の平均的な支出になったかなと思います。で、明細簡単に見ていくと、まあ、家賃はこれまで通りですね、1K の賃貸に住んでます、6万1440円。で、食費がですね、今月ちょっと高かったんですね、5万7911円ですね。で、外食が1万2248円でした。 で通信費が27,267円ですね。これ夫婦で使ってます。キャリアですね。キャリア使ってて、あとは、えー、Wi-Fi も合わせた金額ですね。やっぱりこう高いですよね。はい。あの、格安シムにします。で、まあ、格安シムに今すぐしない理由っていうのもあって、まあ、私自身がこう、仕事で使ってたりとかですね、あと仕事の合間に結構こう、えー、移動中に YouTube 見たりとか、そういうのができるんで、結構こう、キャリアの携帯の方が便利だったり。 あと iPhone11 Pro を本体として使っているのでやっぱりこう本体代がかかってきますよねやっぱりこの iPhone 良くてですねこの YouTube もですねすべて iPhone だけで作成撮影まで全部しているのでやっぱりこう使い方によってはかなりコスパいいのかなと思ってますで続いて奨学金が21,230円ですねこれも夫婦で借りてた奨学金の支払い毎月これだけかかってきます で、光熱費が8 6 3 0円。少し安かったですね、今月は。で、ジム代ですね。夫婦で入っているジムが16,280円ですね。24時間行けるジムで、最近なかなかですね、YouTube の撮影が結構力入れてるっていうのもあってですね、やっぱり週2、3ぐらいに減ってきましたね。本当はもう週5、週6行きたいんですけど、ちょっとこれからバランス調整していきます。 で美容品が17,740円ですね。これはもうすべて妻ですねあの。髪の毛切ったりとか化粧品買ったりとかですね。で日用品が6,785円。だいたいまあこれぐらいですかね。で交通費が11,100円。これは妻の、えー、と定期代ですね。でガソリンが3,389円。これは私が仕事上で使ってる、えー、バイクのガソリン代ですね。 で衣服が1万7,576円、これは妻の自分の洋服買ってました。 で、交際費が18,326円。これちょっと今月高かったんですけど、結構この妻の職場の人のお祝いとか、結婚祝いとか、か退職祝いとか、そういうのでちょっとかさんだっていうのと、あと夫婦で鬼滅の刃を見てきました。もうめちゃくちゃ良かったですね。もう煉獄さん最高ですね。で、私の YouTube 見てくれてる方はですね、最近このハロウィンまでですね、ずっとこう、鬼滅の刃シリーズで着せ替えてたの、わかりましたかね あのー、コメントくださった方ありがとうございますあの助けられました <laughs> はい今後は普通のアイコンに戻してやっていきますね趣味がですね3380円これは私がフットサルしたりサッカーしたりで少しかかりましたで最後送料が、えー、ラクマの、えー、送料分ですね110円かかったっていうことで合計28万3416円になりました で、比率で見ていくとですね。まあ、やっぱりですね。こう食費の比率がですね。外食合わせると24%ということで、もう家賃超えてきてるんですよね。はい、これはちょっとまた後ほど解説します。 で通信費がやっぱり10%奨学金が7%事務が6%ということでここを減らせば一気にね支出は減らせるかなっていうところですねまあ私たちの支出を見ていただけたらわかると思うんですけどそんなに頑張って、えー、支出を減らそうとはしてないんですよねどっちかというと。 まあ、通信費もキャリア使ってますし奨学金の支払いもあるし何ならジムも、えー、行ってるし、まあ、妻もですね、しっかりこう美容品買ったり、えー、交際費使ったり、まあ、衣服代自分の洋服買ったりとかですねまあ,、まあ、あのまあ普通に使ってるかなっていう感じですねあの極端にこうどっかをこう下げたりっていうのはあんまりしてないとは思うんですよね。 まあ、強いてあげるなら家賃のところですかね、まあ、生活レベルを上げないっていうところで、まあ、家賃はですねあの同棲している時のままままとめてみますと収入が89万8321円支出が28万3416円ということで貯蓄がプラス61万4905円貯蓄率が68.4%という結果でした。 で、ここではね貯蓄率68.4%と書いてますが実はですね、あのー、中小企業向けの共済ですね2万5,000円を転引きしてるっていうのもですね、えー、収入に合わせさせささてください。はい合わせさせていただくと、えー、貯蓄率がですね71.2%ということで70%を超えることができました。 貯蓄率70%超えたのは多分初めてですね普段でも大体50%ぐらいだったと思いますでちょっと振り返ってみますとまず収入面ですねまあボーナス付きってあったのが一番大きかったですねであとですね私の給料が少し高かったのが医療従事者向けの支援金が、えー、5万円いただけたんですねあのコロナウイルスでこう医療従事者 がまあお疲れ様っていう意味でですね、まあ、支援金が5万円プラスで増えたので少しですね、えー、収入が増えましたであとはですね、まあ、フリマアプリがですね今月はちょっとサボってしまいました先月は確か4万円ぐらいですね、えー、あったんですけどまあ今月はですねちょっと YouTube とかですねまあジムを優先してしまってなかなか出品できてなかったので、えー、ちょっと今月は、えー、もう一回ですね出品力入れていこうと思います であとですね、配当金はま,あまずまずだったかなと思います。はい。あの、原配はね、ありましたけど、まあ、しっかり1万2000円受け取れたのは良かったかなと思います。まあ、これからもっと比率を上げていきたいですね。で、支出の方はですね、食費が再び7万円に復活してしまいました。先月はですね、5万円ぐらいに抑えれたんですけど、プラス2万円ぐらいになってしまいましたね。まあ、要因としては分かってて、あの、私のプロテイン代ですね、8000円分。 これですねまあ、2,3ヶ月に1回ぐらい購入してますねこのプロテイン代とあとは外食がちょっと増えてしまいましたねそれでちょっとこう、えー、7万円にまたなってしまいましたねあとですね冒頭でも少しお伝えしたんですが通信費と奨学金とあと事務代この3つの固定費をですねまあ減らしたり、えー、削減すればですねマイ、ま、ナ、あ、ス4.5万円は可能かなと思ってます なのでまあセミリタイヤした後とかですねここら辺のとこころはもうう一気に削っていこうかなとは思ってますで余裕があればですねまたジムに行けばいいとは思うんですけど沖縄での生活がですねもうままならないともうお金がカツカツできついみたいなそんな感じになればですねまあそんな状態でジムに行くのもちょっとおかしいと思うので <laughs> はいそこら辺はですねこう臨機応変に考えていこうと思ってます。 であとはお祝い事で少し交際費がかさんだっていうところぐらいですかねあと全体的に植えることなんですけどやっぱりこうボーナス月とか、まあ、プラスでこう収入が増えた時でもですね、まあ特,別こうえー、特別な出費っていうのをこう、えー、しなかったっていうのが、まあ、この、えー、貯蓄率70%を超えれた一番の要因だと思うので。 まあ収入が増えたからといってですね、まあ、何か特別買うものもないですし、でちょうどですね、もうすぐこう、えー、大統領選挙もあってですね、こう投資をするタイミングが来るんじゃないかっていうところなので、この10月でしっかり現金比率を、えー、高められたの、良、えー、かったかなと。 思いますこれまでの、えー、収支の推移になるんですけどやはりですねこの10月が、えー、一番ボーナス期っていうこともあって収入が一番高かったですねで支出に関してやはりこう先月先々月と結構特別費がかかってきたんですよねあのちょっとこう一泊旅行したりとか、えー、バイクの修理とかですねまあそういうのがかさんだりするとやっぱりこう、えー、支出が上がってましたね なので何もなければだいたい25万円ぐらいから28万円ぐらいですかねこのぐらいで、えー、支出は推移してるかなという感じですねで。この4ヶ月で貯蓄できた合計金額が160万7801円ということで、まあ、まずまずですね、えー、貯蓄できているんじゃないかなと、えー、私たちは思ってます。 11月の予定についてですが、まあ、11月はですね、まあ、特に、えー、どっか旅行に行ったり、お金がかかるイベントとかは特にありません。で、残念ながらですね、配当金も今のところですね、11月に受け取る銘柄を保有してないので、えー、配当金もない予定です。ただですね、この YouTube の収益化が、えー、ついにできるようになりました。皆さんありがとうございます。 で少しですね広告がつくので皆さんにとっては見づらいかもしれませんが、まあ、私たちの,あのちゃんとセミリタイヤに向けてのこう、えー、資金になってますのでこの YouTube で収益化できたお金はもちろん投資にも使いたいんですけどなんか一部でも皆さんにこう還元できるこう方法がないかなとはちょっと模索してたりはします。 例えばなんかこう YouTube のこう音声をもっと聞きやすくするなんかマイクとかあとは編集ソフトとかですかね今 iMovie で作ってるのでなかなかこう凝った編集ができてないんですけどとかなんかこうあの今模索してますのではいあの是非ですねこれからもよろしくお願いしますっていうことですねはい今回は以上になります最後までご視聴ありがとうございました 今後も投資やセミリタイヤに関する情報を発信していきますので、ぜひポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。